ベルベル人のマキです。こんばんは。本日もオンラインストアにアップされる商品を紹介します。ご購入はベルベル人ウェブストアにのみとなりますのでご了承ください。お問い合わせもベルベル人のウェブストアにお願いいたします。これから紹介する商品は12月の23日夜の21時ですね、アップされる商品となりますので、そちらの方下の概要欄に貼っておりますのでチェックしてみてください。まずはですね、 T シャツの方から紹介していきたいと思います。こちらね、ローリングストーンズのタトゥーユーですね。ちょっとコピーライト入ってるんですけど、81年にリリースされた放題で入れ墨の男っていうねアルバムなんですけれども、タトゥーユー両面プリントでヘインズのミディアムサイズですね。もうね、ほぼデッドストックに近いです。そこまで縮も出てないですね。やっぱ80年代のボディなので多少やっぱり小さいんですが、僕でもね全然着えるサイズ、僕でジャストサイズくらいですね。はい、こちらがタトゥーユーですね。ストーンズ、はい、定番のプリントだと思います。こちらお値段が 15,800円に消費税になります。次、80年代のステューシーですね。ステューシーのモックネックのちょっと細ボーダー、ピッチ幅が狭いボーダーティーになりますね。でポケティーです。ピスネームしっかりついて、タグがこちらになります。はい、で L 表記です。全体的に色フェードしてますね。はい、ブルーと黒のボーダーです。僕らとね大きいサイズです、 L サイズ。はい、こちら80年代ステーションをね、もうねどんどん少なくなってきています。コレクターの方だったりねいると思うので、こちらおすすめです。 12,800円に消費税になります。はい、続いてダークシャドウですね。2011年の映画なんですけれども、こちらダークシャドウですね。多分公開当時の時のね映画館とかで多分販売されたものだと思うんですが、タグはこちらつきます。はい、デルタの2枚タグですね。表記が、はい、L サイズです。デルタのねこの年代結構サイズ感小さいので、まあ、でもそこまで縮んでません。はい、L 表記、僕だったらちょっと大きいですね。ダークシャドウ、ジョニー・デップがねなかなかグラフィックされてる T シャツってあんまりないんで、僕も知ってる限りだと3つくらいかな、しかあのジョニー・デップのグラフィックのね T シャツ映画ものってなかなか出ないんで、まあ、年代はねそこまで古くはないんですが、ここら辺ね意外に出てこないと思います。まあ、近年のねここら辺の映画もどんどん値段上がりつつあるので、海外でもね相場かなり上がってます。おすすめですね、こちらもダークシャドウで、お値段 19,800円に消費税になります。次、こちらエドウッドですね。まあ、好きな方多いと思うんですが、あのアメリカの映画監督の中で一番史上最強に最低って言われた映画監督みたいな、エドウッドですね。こちらエドウッドの T シャツ、フルーツの2枚タグですね。90年代の中盤から後半にかけてのボディです。の L 表記の袖口、裾ともにダブルステッチですね。ちょっとここに小穴があります。エドウッドって90年代にあのティム・バートンが監督で、ジョニー・デップがね主演務めて、エドウッドって映画がね94年に公開された映画があるんですけれども、このエドウッド、プラン9フロムアウタースペースっていうね映画がねこの人の代表作なんですけど、もうね全然面白くないんですよねっていう映画を作っちゃう、このエドウッドだからこそなんか逆に有名みたいな、こんな感じですね。エドウッドいいですね、このプリント。あのジョニー・デップがねフォトプリントのねバージョンもあるんですが、これはもうリアルエドウッドのプリントになります。僕だってねちょっと大きいです。まあね、コレクターの方だったりのここら辺のお好きな、ね、方多いと思います。ぜひね行ってほしいですね。お値段が 25,800円に消費税になります。続いてカレッジのフットボールティーですね。アーテックスボディの 100% コットンですね。ミディアム表記、まあ、70s くらいのものだと思います。若干ねこうステッチが抜けていったりなど、ちょっとね多分当時着られていたねオーナーの、ね、方のネーム名前が多分入ってると思います。で48番いいですね。まあね、AKB 好きな方だったりとかは、48みたいな感じで来ていただければと思います。こんな感じですね。はい。まあ、僕でジャストサイズくらいですかね。こちらがお値段5,800円に消費税になります。はい、次、トリコロールタグですね。トリコタグはチャンピオン50/50ボディになります。ボストンのレッドソックスですね、こちら。ポリコンのボディなんですが、もうね触ってわかるんですけど、コットンの方がもうほぼほぼ死んでる感じですね。逆にもポリのみっていうか、結構スケスケな感じです。こんな感じでちょっと生地感薄いですね。まあ女性の方などおすすめです。まあインナーに着ていただければ全然モデなく着用できると思います。僕だとねちょっと小さいんですが、まあ、サイズ合い方多いと思います。こちらも5,800円に消費税になります。
次セブンティースコロでしょうか。ちょっとねタグが欠損しているんですが、ポリコンのリンガーですねのリーバイスボディ、リーバイスのプリント入ってますね。はい、おそらく何のボディだったんだろうな。ボディがねちょっとどこのブランド作るのかわからないんですが、おそらくまあセブンティースコロでしょうね。サイズ感といい生地感といい。はい、こちらポリコンボディですね。僕でちょっと小さいくらいですかね。M 表記だったと思います。こちらのリーバイスのリンガーの T シャツ、お値段6800円で消費税になります。はい、こちらもフットボールティー、こちらのタグがつきます。ちょっとねサイズ表記が消えかかってはいるのですが、おそらく表記 M だと思います。はい、そこまで縮ま出てないですね。若干ねこちら薄汚れ等あります。はい、ちょっとね色移りしてるところとかもありますね。ここら辺の部分69番ですね。60年代だったんですかね。はい、こんな感じです。こちらもねお好きな方多いと思います。まあ、アメカジ定番のね配色ですね。白と赤のリンガフットボールティーですね。お値段が6800円に消費税になります。はい、次こちらですね。こちらチャンピオンだと思います。あ、ちょっとねタグ欠損していますが、プロダクツタグですね。消えかかっています。てかもう取れちゃってますね。はい、でネックがちょっと細いタイプですね。細いタイプのリンガーです。こんな感じですね。ここが染み込みプリントになってます。多分どうだろう、表記で L くらいだったんですかね。身幅は細いんですが着丈は長いです。コンディションもね悪くないです。ここら辺のねヴィンテージ T シャツ、もう好きな方多いと思います。お値段がこちら5800円に消費税になります。続いてこちらもチャンピオンです。トリコタグの5050ボディ S 表記ですね、のヘンリーネックに染み込みプリントですね。のこちらも7分袖かな、5分袖くらいのバージョンで、ラウンドですね、ラウンドカットになってます。はい、でホワイトっていうよりかはちょっときなりベージュっぽいボディに袖がグリーンですね。はい、コンディション悪くないです。ご覧のトーンもねそこまでねないです。はい、 S 表記なので僕だと小さいですね。こんな感じですが、まあ着丈は長いです。ただ身幅が狭いと思います。はい、お値段がこちら5800円に消費税になります。次は無地のフットボールティー、こちらのタグがつきます。アメリカ製の 100% コットンですね。4648なので、まあ、L から XL です。で、はい、無地のここにね、はい、ここ入ってるバージョンの白ボディ目地で、肘当てエルボーパッチがついてますね。ここにフットボールティー定番です。僕でと大きいですね。ちょっとゆったりするくらいのサイズ感です。まあ無地のねフットボールティーってなかなか出てこないので、やっぱりどうしてもナンバリングがね入るものが多いので、まあね探されてる方多いと思いますよ。こちら7800円に消費税です。続いてこちらのセブンティースですね。ビッグマック 100% コットンではないですね。ミディアム表記のポリコンタイプ 65% コットン 35% ポリエステルペニーズですね、のミディアム表記。まあ、配色かなり綺麗ですね。定番の配色ではあります。僕でジャストサイズくらいですかね。はい、全体的に若干ですが薄汚れ等あります。はい、まあね、そこまで気にならないかなと思いますね。ここら辺好きな方は。はい、でセブンティースなので襟がね若干とんがってます。ただそこまでねセブンティースのあのギュインっていう感じではないんで、そこまでね気にくくはないのかなみたいな。こちらお値段が6800円に消費税になります。はい、続いて60年代頃ですね。ピルグリムのコーディロイのシャツになります。はい、こちらのタグつきますね。まあ、ミディアム表記 100% コットンです。の真っ赤の無地ですね。大体なんかチェーンステッチ入っちゃってるものとかが多いのですが、赤の無地逆にいいのかなみたいな。僕とは結構コーディロイのシャツ好きで、無地のもの、まあ、ベージュブラウンとか僕も持ってるんですが、赤いいですね。こういったねデニムにもいいと思いますし、インナー差し色としてね使えると思います。コンディションはね悪くないです。カフスのボタンもしっかりついてますし、ただここだけちょっと小穴がありますが、全然つまめる程度だと思います。でね、ボタンもしっかりついてますし、ここの第一ボタンもついてます。ただまあオープンカラーのシャツなんで、ここをね止めることはないと思うんで、ちょっとだってねこのループのところもこっち側がね外れちゃってはいるんですが、はい、僕でジャストサイズですかね。こちらお値段が5800円に消費税になります。はい、続いてこれはどんくらいの年代、30とかじゃないかな。このビッグマックですねの黒シャンで、襟がダブルステッチの、ここ肩がトリプルステッチですね。ワークシャツなので、で前立てもしっかりダブルで縫われてます。基本的に年代が浅いねシャツっていうと、
この前立て部分が基本的にやっぱシングルで縫われてるんですが、古いシャツってなるとこの前立て部分もねダブルでねしっかり縫われてるんですね。でもちろん巻き付きになります。はい、全体的にほつれとダメージはあるんですね。ここら辺もダメージはありますが、まあサーティースの黒シャンのシャンブレーシャツ、黒シャン、あと肩もねがっつりここいってます。ただもうこれはなんていうんですか、アートピースって言っていいと思います。僕だとね着丈は長いです。はい、実寸で多分、ね、L くらいはありますね。逆に大きめな感じで肩抜いて、女性の方なのがね肩抜いてレザーのベルトなんかして着ていただいたら可愛いと思いますよ。お値段がこちら 25,800円に消費税になります。はい、続いてここまでね全部リバースウィーブです。今日もね6着出します、リバースウィーブ。はい、まずはねこちら目付き、普通の無地のパターンです。トリコタグの L 表記の下にこちら2枚タグですね。まあ、リバース探されてる方って結構ねトリコタグじゃなきゃ嫌だとか、トリコタグ探してるって方多いと思うんですよね。やっぱりでもねその気持ちね僕もすごいわかるんです。刺繍タグだったらなんかトリコの方がいいなって気持ちすごいわかります。はい、トリコね L 表記なんでも僕でジャストサイズくらいですね。ちょっと縮み入ってると思います。で全体的に色もフェードしてます。まあね、ただの目つきのねリバースウィーブなんですが、もうねここら辺も出なくなってきているので、なんでもないただのリバースウィーブですが、お持ちでない方はねぜひね行ってほしいと思います。ちょっとねここだけねあの C マークっていうかチャンピオンの目のマークが取れてはいるんですが、全然コンディション問題ないのでぜひおすすめですね。こちら9800円で消費税になります。はい、こちらが刺繍タグのこちらミディアム表記ですね。全体的にちょっとここ襟元ほつれたりとかステッチがねちょっと抜けていたりとかしますが、まあラバープリント4段プリントっていうんですかね、カリフォルニアサンディエゴめちゃめちゃいいと思います。サンディエゴだったりねサンフランシスコとかそのウエストコーストの主要な都市ってねなかなか出てこないんで、カリフォルニアだけのやつとかも出てこないですよね。でサンフランシスコとかに関してはあの 49ers のグレーボディに赤のラバープリントのやつしか僕見たことないんで、サンディエゴとかもねいいですよね。ね、もう本当に美味しいところばっかですね、カリフォルニアサンディエゴ全部入ってるみたいな。まあ、ちょっとダメージは来てはいるんですが、ミディアム表記僕で超ジャストサイズくらいでも、ね、そこまでこれ縮み出てないんで先ほどの、ね、L サイズとあまり変わらないです。で全体的に焼けていますね。サンディエゴとかねそういったね西海岸のねいい場所のプリントなかなか出ないんでおすすめです。こちらが9800円に消費税になります。はい、でこちらが刺繍タグの L 表記ですね。こちらも90年代のものになります。グレーボディに2段プリントですね、2段のラバープリント、ボストンカレッジ、これもねいいと思います。はい、コンディションもね全然いいです、悪くないですね。こちらもいいですね。僕だと、まあ、僕ねリバース L なんで僕でいつもの感じのサイズ感で綺麗で、いつもっていうか知らないですよねみんな、僕ねいつもの感じ、すいません。でちょっとね若干ここがほずれています、擦れていますね。まあ、ただね全然気にならないかなと思います。こちらが9800円に消費税になります。これもいいですね、刺繍タグの、はい、こちら L 表記になりますね。でグレーボディにエンジのラバープリント、これ誰ですかね、なんかちょっとベートーベンというかモーツァルトというかみたいな感じです。はい、こんな感じでコンディションかなりいいですね。リブもね全然広がってないです。今日ね副店長のね野原パイさんも言ってたんですけど、ここがねまだね全然開いてないっていうねコンディションの良さいいと思いますよ。こんな感じです。お値段がこちら9800円に消費税になります。このデカプリントっすね、マイアミ、こちらも刺繍の L 表記になりますね。赤のラバープリント、ちょっとひび割れてますね。でデカアーチの2段プリント、いいですね。若干ねこっちは袖口がちょっときてるのか。はい、こんな感じです。まあ、全然気にならないんじゃないですかね。あ、すいません、ここも来てた。はい、ここら辺もちょっと来てます。僕でちょいゆったりする感じですね、いいと思いますよ。なんでブラックのパンツとかに合わせてほしいかな、なんかすごいかっこよさそうイメージ。はい、こちらお値段が9800円に消費税になります。はい、次赤のトリコタグですね、のミディアム表記2枚タグになります。こちらもちょっとパーカーのこの襟元がね若干ほつれています。ただね紐付きってね僕結構何回も言ってるんですけど、紐付き出ないです。大体あのフードタイプで出るときってもう紐取れちゃってるんで、これオリジナルのねしっかりした紐付いてるの珍しいと思います。でやっぱねどうせだったらついててほしいじゃないですか、でもねついてるっていう、ね、はい、ミディアム表記
僕で、まあ、ジャストサイズですね。まあね、デニムでも合いますし、スラックスとかね、パジャマパンツとかでもいいですし、まあ、ブラックのね、スキニーとかでも合うと思いますよ。はい、こちらがお値段、パーカーで9800円に消費税になります。はい、続いてこちら、ヴィンテージのスウェットになりますね。赤のフェードですね。赤のフェードで、タグは欠損しています。ただ、全体的にここら辺ダメージだったり、来てますね。あとね、全体的にね、薄汚れ等あります。はい。こんな感じで裏面もありますね。はい、ここもちょっとね穴開いちゃっているんですが、ここら辺のね赤のフェードってね嫌いな方ね少ないと思います。僕だとちょっと小さいくらいですかね、 M サイズくらいだと思います。まあ、60年代のフードのね綿100のスウェットになりますね。で、紐も欠損しています。お値段がこちら12800円に消費税になりますね。はい、こちらダブルフェイス出てこないですね。ダブルフェイスのフルジップのブラックのスウェットになります。はい、で、紐もしっかりついていて、ジッパーがね、こちらつきます。はい、こちらですね。で、ちょっとね、全体的に縮みは出てはいますが、あとここですね、ちょっと小穴等あります。あとここか、ちょっとリペアも入ってますね。はい、ただブラックの、まあ、コンディションかなり、生地感はね、すごいふかふかしてていいんですが、はい、S から M くらい、まあ、ではサイズが多いと思います。ブラックのダブルフェイス2プライですね、のジップアップパーカー、お値段が25,800円で消費税になります。はい、続いてこちらですね、マクレガーのブルゾンですね、ナイロンのブルゾン、ちょっとね MA1 っぽいね形ですよね。で、タグがこちらにつきます。はい、 100% ナイロン、マクレガー 50s のタグですね、こちら。で、ジッパーがこちらつきますね、コンマージップで、コンディション悪くないですね。はい、若干ねここら辺にうっすらですがあります。ちょっと縮んでますね、実寸で S から M くらいになります。で、中はこちら、はい、になりますね。で、これね、リバーシブルなんですよ、実は、知ってる方多いと思いますが、これリバーシブルなんです。はい、うちもこっちにもポケットつきますね。で、ホワイトとここのボーダー、黒と赤のボーダーがね、なりますな、ボーダー柄で、フィフティースのマクレガー、ここら辺も名作ですよね。まあ、確かにアンチフリーズだったりスコッティッシュドリズラー、そこがね、マクレガーの名作ではありますが、ここら辺もね、好きな方多いと思います。まあ、なんかマクレガーとかそういうのとらわれないで、ちょっと M1 っぽいブルゾンっていう形でね、取り入れてもらえればファッションにね、はい、こちらおすすめです。フィフティースのマクレガーのジャケット、15,800円に消費税になります。続いてこちらのマクレガーですね、のフリースシャツになります。ちょっとね、ここがスナップついてるんですけれども、取っていただければ、はい、タグがこちらになりますね、のミディアム表記になります。まあ、同じ似たような形ですね、先ほどのやつの裏地みたいな感じの柄、ボーダー柄で、サイドベンツっていうんですかね、サイドにスリットが入ってて、まあ、リブの街みたいな感じですね、リブの街付き。はい、まあ、女性の方はね、ちょっとね、ざっくりね、大きめな感じで羽織っていただければすごく可愛く着れると思います。まあ、M 表記なんですが、まあ、S から M くらいですね、身幅は確かにしっかりね気持ちあるんですけど、みたいな感じですね。こちらのマクレガーの、まあ、これも50年代から60年代くらいのものだと思います。お値段が19,800円に消費税になります。はい、続いてこちらファティーグジャケットになるんですけれども、まあ、ただのね、ブラウンリーフじゃない、なんでよね、なんでどうした急にって思う方多いと思いますが、これね、ミックスリーフなんですよ。ここがブラウンリーフで、ここグリーンですね、グリーン、グリーン、ここの襟もグリーンリーフ、ここもグリーンリーフですね。で、ここのフラップもグリーンリーフで、これ右袖全部グリーンリーフです。まあ、ただね、若干のダメージはあるんですが、もうミックスリーフなんで許してあげてください。ここのカフス部分もね、グリーンリーフですね。いいですね、ブラウンとグリーンのミックスリーフ。はい、まあね、なかなかこういうのって探しても出てこないものになりますよね。お金払っても買えないジャケット、ちょっとタグは欠損していますが、まあ、XS から S くらいなんじゃないかなと思います。ミックスリーフのこちらのパティーグジャケット BDU ですね。あ、でも S くらいあるのかな、僕で全然着れるんで。はい、お値段がこちら12,800円に消費税になります。はい、続いてノースフェイスのブラックのナイロンジャケットですね。はい、こちら年代はね、そこまで古くないです。90年代後半からね、2000年代入ってると思います。の S 表記になります。で、刺繍もね、ブラック。ね、これといって何かね、すごいね、特筆したね、部分はないんですが、嫌な部分が一つもないですよね、このジャケット。
まあ、インナーとしてもね使えますし、これはね一番上のアウターに持ってきても使えると思います。オールブラックのノースフェイスのジャケット、まあ、中綿ですね。だいぶあったかいと思います。サイズ S なのですが、この年代のノースフェイス S 表記でも実寸で M くらいあると思います。こちらねおすすめです。オールブラックのノースフェイスのジャケット、お値段が7800円に消費税になります。でこちらがパタゴニアの名作ですね、バックボールアノラックジャケットです。こちらのタグがつきますね。ミディアム表記で、年代がおそらく96年だったと思うんで、96フォールですね。はい、でスナップ、ここが紫とこの水色のツートン、いいですね。フードもこんな感じです。コンディションでかなりいいです。やっぱどうしてもパタゴニアって、ね、中のテープが剥がれちゃってたりとか剥離しているもの多いんですが、このバックボールアノラックかなりコンディションいいと思います。で名作ですね。でここのベルクロ部分もねしっかり取れかかってるもの多いんですが、コンディションもね全然悪くないです。こんな感じです。まあ、なかなかこれも出てこないですね。やっぱりスーパーアルパインとかトーレとかの方が出てきやすいと思います。このアノラックね全然出ないと思います。ただのお値段ちょっと安めだと思います。12,800円に消費税になりますね。次でこちらフォーティースのピーコートになるんですが、ネイビーのものではないんです。こちらが、はい、モンゴメリーワードのこちらのタグがつきます。まあ、40年代頃のものになりますね。で裏地が、はい、このネルタイプですね。まあ、40年代頃のモンゴメリーワードのネルシャツで、こういうのもありますよね、この柄で。ここがセパレートになってます。ここがつかないタイプですね。基本的にこれが、こっちがUS ネイビーのピーコートになるんですけれども、まあ、明らか襟の形状が違いますよね。どちらかでは僕ね、僕こっちの形すごい好きで、襟もねちょっとボテっとしてるじゃないですか、このネイビーのピーコート。ただ襟もねそこまで大きい襟じゃなくて小ぶりなんで、すごい着やすいと思います。サイズ自体はね S くらいだと思うんですが、はい、ウールなんですが破れ等とか、ね、ちょっと虫食いとかコーラ等もないですね。かなりコンディションはいいです。でこの裏地のネイル、だいたい袖口のね入り口の部分が基本的に破れてるものが多いんですが、これかなりコンディションいいと思います。中のこのネル部分が、モンゴメリワードのピーコート出てこないですね。たまにねビッグヤンクとかのピーコート出てくること多いんですが、モンゴメリワードもねかなりね少ないと思います。はい、こちらがお値段ですね。これもねちょっと安いと思います。15,800円に消費税になりますね。この襟のねこのラインが、シェイプがイケメンですよね。はい、続いてこちらヴィンテージのデニムエプロンになりますね。うちもねウェブサイトに出したら結構ねすぐね全て売れてしまうアイテムになるんですが、こちらインディゴですね。しっかりで紐もね全然かけられますしみたいな。でねここでねこうやってね結んでいただいて、ここ通して結んでいただければ、はい、完成みたいな。どうですか、似合ってます？こんな感じですね、サイズ感は。はい、こちらのインディゴデニムエプロンが6,800円に消費税になりますね。まあね壁にかけてもいいと思います。まあ、使い勝手はね様々なので人それぞれだと思います。続いてですね、これは全部リーバイスになります。はい、まずはこちらのコーデュロイジャケットから紹介していきたいと思います。セブンティースのボアジャケット、サイズ表記が36 70608 70508 1523ですね。はい、で白タブしっかりついて、もうね本当にねここら辺のコーデュロイジャケットも一昔前だったらはい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 だったんですけども、ねアメリカでね買い付け行ったらもう全然出てこないですよね、こういうのも。袖口が若干スレッドはありますが、まあ全然問題なく着ると思います。あとねここに若干ねちょっと小穴スレッドはあります。ただねもう全然出てこないですよね、これ実はね。ちょっとねもう目超えちゃってるんで、なんかあーって感じになると思うんですけど、全然出てこないです実は。はい、ちょっとねここのポケットの入り口もねスレッドありますが、まあねセブンティースのねこのジャケットいいですよね。僕もねすごい好きで何枚も持ってます。お値段が12,800円に消費税になります。おすすめです。こちら90年代のリーバイスですね。デカパッチ70598のミディアム表記のケミカルウォッシュですね。4ポケットタイプになります。でちょっとね見ていただければ分かるんですが、身幅がかなり大きいですね。このすごいでかいです。ちょっとバルーンシルエット、スクエアっぽいですね。ちょっとスクエアシルエット、ボックスシルエットの 90s のリーバイスのジャケット、ケミカルウォッシュ逆にいいんじゃないかなと思います。お値段がこちら9800円に消費税になりますね。
はい、次こちら70505ビッグ E のマッコンです。でちょっとね襟がいっちゃってるんですが、後ろやばくないですか。これ GG アリン、これ GG アリンってセブンティースからナインティースにかけての、まあ、パンクロックのね第一人者っていうか、まあ、一線でねすごい活躍してた GG アリンのこのカスタムワッペンっていうんですかね。でこれロックパンクロック界史上最高に変質者と呼ばれてた人なんですけど、まあね、好きな方ね多いと思います。結構コアなねファンの方が多いんじゃないでしょうか。パンクロックのね、まあ、好きな方だったら、まあ、誰しもがね一回聞いたことあるっていうか、すごいねあの頭いっちゃってる系の人なんですけど、でね見てくださいこれ色落ちがすごくないですか、まあ、色残りも7割くらい、色残り7割くらいでしっかり色も落ちてて、まあ、エイジングもねかなり綺麗です。こんな感じでサイズで言ったらどんくらいでしょうか。42くらいあるんじゃないですかね。42から44くらい、僕だとちょっと身幅が大きいです。なのでこの濃さ出てこないと思いますよ。お値段がこちら 29,800円、2消費税になります。でこちらも70505ビッグ E、 はい、しっかりとタブもつきますね。で全体的にここら辺襟元がね擦れてはいます。色の濃いも6割くらいでしょうか、5、6割といったところです。こんな感じですね。705ビッグ E もね、もう全然出てこなくなってきています。よく見ていただけば分かるんですが、若干ね、ここ蜂の巣出てると思います。袖口もね、若干スレッドはありますが、アメリカではね、70505のスモール E の方で100ドルとか言われちゃうことがもう今多々あるんでね、どん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 ビッグ E の方の値段がね、上がっていっちゃいますよね。これ持ってない方はね、ぜひですね、こちら、19,800円に消費税になります。でこれもビッグイ、70505ビッグイ、これちょっと安めですね。はい、ちょっと襟のところがリペア入ってたりとか、ちょっと、ね、ダメージがあります。あと隠す部分もだいぶいってますね。こんな感じです。まあ、ダメージこそありますが、まあ、雰囲気系の一着欲しいって方はねぜひおすすめです。はい、僕でジャストサイズくらいでしょうか。まあ色もねかなり綺麗ですし、まあ、別にマッコンじゃなくていいんだよねって方などすごいおすすめです。こちらビッグ E ですが、お値段が 12,800円に消費税になります。これもビッグ E ですね。これはめちゃくちゃいいんじゃないですか。ちょっとねパッチは取れちゃっています。で毛穴がしっかりついてて、こちらもビッグ E になりますね。色残りも7割くらい、ここがねかなり綺麗な色落ちしてます。はい、でダメージもね特にないです。これはでかなりねコンディションはいいと思います。色残りもね7割くらいといったところでしょうか。もうここら辺のねビッグイ自分サイズがあったらねもう行った方がいいと思います。どん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 ここら辺もね値段が上がってきているので、ぜひね行ってほしいです。もう70505も歴史とヴィンテージなので、やっぱり G ジャンはサードまでかなっていうね、僕もねそういうのあったんですけど、70505ももう歴史としたねヴィンテージの仲間入りしてもいいと思います。はい、こちらのビッグイお値段が 29,800円に消費税になりますね。はい、じゃあ最後はねパンツで締めたいと思います。まずこちらリーのペインターパンツ赤タグですね。 191Z ですね、こちらは。はい、でジッパーが42イタロンで、フロントがスナップボタンになります。実寸で37-28です。これもねかなり綺麗な色落ちしてます。でリペアもねそこまでないんじゃないですかね。ちょっと裾口のところスレッドはありますが、全然気にならないですよね、ここら辺ね。はい、スレはかなり綺麗です。まあリーバイスはねじゃペインターパンツがねこういったのあんまりないんであれですけど、まあ、リーのねここら辺の年代のペインターパンツかなりおすすめです。ペインターパンツなんで501とかと違って、ちょっとね 3,4 インチくらいアップして履いても全然かっこいいと思います。ただ501とかに関しては2インチくらいアップがね僕の中ではですけど、まあ、許容範囲のねインチアップなのかなと思いますが、ペインターパンツ全然インチアップしてちょっとねボテッとした感じで履くのもかっこいいと思いますよ。こちらいいですね。はい、こちらのタグがつきます。お値段がこちら3728ですね。お値段が 35,800円に消費税になります。はい、続いてこちら501-66のシングルステッチ、66前期ですね。でパッチが3632表記でシングルステッチですね。ボタン裏が定番6番ですね、6番工場。全体的にちょっとオイル汚れのようなものはあります。こんな感じですね。ただ股のスレーは通なくて、ちょっとねでもここが若干分かりにくいんですが、柔らかくリペア入ってます、股の部分が。ただレングスはオリジナルです。はい、こちらもオリジナルで、これもねかなり綺麗な色落ちしてると思いますよ。
でこれねひげもしっかり出てますし、縦落ちもねかなり綺麗です。ここら辺のねおね、ウエストがすみません35でレングスが30、3530ですね。まあサイズある方多いと思います。こちら36のちょっと縮みって感じですね。お値段が49,800円に消費税になります。でこちらビッグイになりますね。501ビッグイかな、501のビッグイ。ちょっとのぺっとしますね。パッチは取れてはいます。でビッグイでボタン裏がこちら6番ボタンですね、はい、これもね縦落ちはすごい綺麗なんですが、ちょっとねアイスブルーのような色、はい、で実寸で37-28か37-28でレングスオリジナルなのか、レングスオリジナルですね、はい、極端なサイズですね37-28。こんな感じです。後ろも、まあ、逆にちょっとこういったねアイスブルーっぽい色のビッグイ探してたんだよねって方などは、まあ、ぜひね行ってほしいと思います。37-28、お値段がちょっと安めです。これビッグイなのですが、お値段29,800円に消費税ですね。ちょっと安いと思いますよ。はい、続いてこちらのビッグイ、これは結構雰囲気イケメンって感じですね。ちょっとパッチは取れてはいるんですが、はい、しっかりビッグイ。これはねかなりちょっともうだいぶ雰囲気してますね。こんな感じでオイル汚れだったりペンキ汚れのようなものでね、フロントもねがっつりいってます。膝もやっちゃってるしとペンキも飛んでますね。ただね色落ちがすごい綺麗です。あとね股のすれがねちょっとなるんです。ここはちょっとリペア出してください。すいません、リペア出してもらった方が絶対いいです。万が一の時ね、ここね、避けちゃったりとかしたら、もう、オーマイゴーですね、これ。で、切りっぱなしになってます。で、僕はね、ここもね、直してもいいと思うんですが、僕はなんならこのまんま履いてほしいですね。こんなにダメージ来てるのに、ここだけなんか綺麗に、こうやって素下げしてると、なんかちょっと違和感ありますよね。で、この、ね、感じで履くんだったら、ここ直すなよ、みたいな。で、突っ込まれちゃうかもしれませんしね。わかんないですよ。僕だったらそう突っ込んじゃいます。お前こんなお前これで履いてんだろ、お前ここ直すなよとか言っちゃうと思います、正直。なので直さないで履いた方が男なんじゃないでしょうか、はい、こちら実寸率3430、はい、3430ですね。ホールデンサイズじゃないですか、こんな感じです。まあね、ウェブストアの方でしっかりとしたね詳細なサイズ載せておきますので、そちらをね絶対チェックしてください。はい、こんな感じで八の瀬もねすごい綺麗ですよね。こちら雰囲気イケメンの501ビッグイ、お値段が59,800円に消費税です。続いて最後ミリタリーからですね、 USMC のダックハンターのパンツのデッドストックになります。こちら実寸で3232でデッドストックオリジナルなんで、ここのドローコードもねしっかりついてます。こんな感じですね。ちょっとねファーストモデルではないんですが、こちらのねパターンですね。ファーストモデルではないです。ただデッドストックからここら辺のダックハンターのパンツ履けるってなかなかないと思います。そういった機会、ダックハンター自体が全然出てこないので、まあ別名フロックスキンとか言われますよね。僕ねフロックスキンってね言い方の方がね好きなんですけど、なんかかっこいいですよね。でボタンフライのパターンですね、こちら。はい、でちゃんとスタンプも入ってます、32というね。どちらでも履ける、これリバーシブル系ですね。いいですねダックハンター。僕もねなんか欲しくて、ショーツカスタムみたいなの欲しいんですよね、ダックハンターの。でここら辺でちょっと切れちゃってるやつがあったら、もしね見つけたらねコメント欄でありましたよとかちょっと教えてください。こちら32のね32デッドストックですね。お値段がこちら98,000円に消費税になります。まあね、デッドストックから出てくることはまずないと思います。ぜひねおすすめです。